悲しみトワイライト、この曲はですね、私がモーニング娘。在籍中の最後の、シングルとなった曲なんですけど、私卒業のことを実際に聞かされてから、その前の笑顔イエスヌード、それが私最後だなって思ってたんですよ。そしたらもう一枚シングルが出るっていうことになり、お、そうなんだ、次がラストの曲だと思ったら、結構ソロパートとかもあってすごく嬉しかったなっていうのを覚えてるんですけど、この時はそうだな、結構この曲もこうかっこいい感じの、振り付けだったりダンスだったり表現だったなっていうのを覚えてて、あとはこれの時に、これのジャケット撮影の時に、なんか私とみんな一人一人とちょっとこう絡み合って撮影する時に、なんかすごく寂しかったですね。あ、こういう風な感じでみんなとこうジャケットとか撮ることがもうないんだなとか思ったりもして、あとはこのジャケット撮影やってる時に、私が抜けたパターンのなんかものも撮影したんですね。だから初めてこう自分のいないモーニング娘。をこう自分だけ抜けて、あ、吉田いないバージョンですみたいなこと言って、うわさ、ちょっと寂しいじゃんとか思いながら、こう、あ、こういうモーニング娘。に私が抜けたらなるんだとかって思いながら、撮影を見てた記憶がすごくありますね。